グラブ G120 エールフトハンザフライトトレーニングの G120 アンペアグロップ G120 はドイツのグロップエアクラフトで開発、製造されている軍民療養の練習機、極技飛行機である。G120 は1980年代に開発された G115TA をベースに開発されており、CFRP を多用した機体構造は G115 から受け継いでおり、 プラス 6G から 4G の範囲で極技飛行が可能である。G115 との相違点としては3点式の膠着装置が引き込み式になっている点が挙げられる。最初のモデルである G120A はライカミングア A をマイナス 540D4D5 水平6気筒ピストンエンジンを搭載しており、1992年に初飛行した。 G120A はアメリカ軍向けの入札に参加したが選定されず、その後 G120A の開発プロジェクトは2000年まで中断していた。開発再開後2001年11月にドイツで翌年にはアメリカ合衆国で形式承認を受けた。G120A の最初の顧客はルフトハンザ航空のグループ会社であるルフトハンザフライトトレーニング社が アメリカ国内アリゾナ州グッドイヤー郊外のフェニックスに開設したアリゾナ航空トレーニングセンターであった。その後、カナダ空軍やイスラエル空軍も G120A を導入し、2007年にはフランス空軍、2013年にはケニア空軍も導入を開始した。また、ドイツ連邦空軍はルフトハンザフライトトレーニングから6機をリースし、 アリゾナ航空トレーニングセンターでの訓練を行っている。発展型の G120TP は、ロールスロイス 250B17 回ターボプロップエンジンを搭載しており、2010年に初飛行した。G120TP は、インドネシア空軍が2011年に採用を決めたことを皮切りに、アルゼンチン空軍、メキシコ空軍などでも採用された。 イギリス軍やアメリカ軍も G120TP の導入を進めている。以下は G120A の採用国である。出展、ジェーンズ・オール・ザールズやクラフト 2003-2004? ありがとうございます。